パリクエに関する雑学を詳しくお伝えします。ここでは少し残念な事実と面白い雑学、そしてあまり知られていない驚きの事実を紹介します。残念な雑学。パリクイの舌が命取りに。パリクイは非常に長い舌を持っており、その長さは約60センチメートルにも達します。彼らはこの舌を使ってアリやシロアリの巣に深く入り込み、獲物を舌に絡め取って食べます。しかしこの長い舌が彼らにとっての命取りになることもあります。アリクイは舌をあまりに頻繁に、または無理な角度で使いすぎると喉の奥に舌が引っかかることがあります。特に老齢のアリクイではこの舌引っかかり現象が深刻な健康問題を引き起こし、食事ができなくなることで衰弱し、最悪の場合命を落とすこともあります。このためアリクイの飼育下では舌の状態や食事の方法に特別な注意が払われることが必要です。あまり意味のない進化。アリクイは肉食動物に襲われても頭を狙われないように身尻尾に似た形、体色も頭と尻尾に対応に進化しました。肉食動物もどっちが頭なのか迷うようです。なので頭を狙われる確率を成功したかに思われましたが、肉食動物も迷った結果腹を狙われ致命傷を負うことになってしまいました。面白い雑学。アリクイの爪の使い方。アリクイは前足に非常に鋭い爪を持っています。この爪の長さは約10センチメートルに達し、まるで釜のような形状をしています。彼らはこの爪を使ってアリ塚を破壊し、中のアリを食べることができるようにしますが、その使い方は非常にユニークです。アリクイは普段歩行時には爪が地面に触れないように前足を拳のように丸めて歩きます。これは爪を保護するための工夫であり、爪がすり減ってしまうのを防ぐためです。またアリクイは非常に強力な力を持っており、この爪で木の皮を剥いだりライオンなどの捕食者から身を守ることもできます。アリクイに近づきすぎると鋭い爪で深刻な傷を負うこともあるので、野生での遭遇には注意が必要です。驚きの雑学。アリクイの恋愛事情。アリクイの恋愛には少し変わった習性があります。彼らの繁殖期になるとオスはメスに対して非常に執拗にアプローチをします。この時オスはメスを追いかけ回し、ついにはメスを恋愛の相手として認めさせるために長時間にわたる求愛行動を行います。しかしメスがオスのアプローチを受け入れない場合、オスはそのメスを諦めずに数日間にわたりしつこく追いかけ続けます。もしメスが最終的にオスを受け入れなかった場合、オスはしばしば別のメスを探しに行きますが、このプロセスで体力を消耗し最終的に繁殖機会を逃すこともあります。このしつこさはアリクイの世界では珍しくないものの、オスが求愛に失敗すると次の繁殖期まで待たなければならないため、個体によっては繁殖できる機会が非常に限られてしまいます。アリクイはその見た目から可愛らしい印象を受けますが、その生態や行動にはユニークで驚くべき特徴が多くあります。こうした雑学を知ることでアリクイに対する理解が深まり、彼らの興味深い世界にさらに魅了されることでしょう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。